どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、なんと、ハワイアン航空をですね、アラスカ航空が1.9億ドルで買収を発表いたしましたので、本日はね、こちらの解説と、まあ、これによってですね、どういったことが起きるのかっていうことをですね、解説やっていきたいな、なんていうふうに思いますので、気になる方は是非ね、最後までご覧いただければな、と思います。 ということで、こちらね、かなり大々的にね、報じられておりますので、ニュースね、見た方かなり多かったのではないのかな、なんていうふうに思うわけなんですけども、いや、何度ね、アラスカ航空がね、ハワイアン航空をね、買収するということで、このね、ハワイアン航空っていうのは、日本のね、各地からハワイ路線ね、まあ飛ばしてるね、航空会社っていうふうになるわけなんですけども、今回ですね、アラスカ航空にね、買収がね、発表されてましたということで、もうね、あの、アラスカ航空とハワイアン航空の方でもですね、こちらね、 あの、プレスリリースみたいなのも打たれておりますし、またね、公式サイトみたいなのも作られているっていうふうになりますんで、いやね、びっくりですね。はい、本当にね、今日の朝ね、こちらニュースね、飛び込んできたわけなんですけども、めちゃくちゃね、びっくりいたしました。まあ、私がね、これを聞いて、あの、思ったことはですね、まあ、ハワイアン航空がね、まあ、アラスカ航空に買収されるということで、このね、アラスカ航空の前でね、日本でもかなりね、利用されている方多いと思いますし、私もね、非常にお勧めさせていただいているマイレージプロ プログラムなんですよねですのでまあこれもねハワイアン航空で今後使えるようになると思いますしまたねアライアンスの加盟ですよねハワイアン航空っていうのはあのジャルとの、ね、提携を組んでたりするんですけれどもハワイアン航空自体はアライアンスに加盟していないんですよねですのでまあジャルとのねあの独自提携などを組んでいて、まあ、アライアンスに加盟してないね航空会社になるわけなんですけれども、まあ、今回ねアラスカ航空にね買収が発表されて、まあ、どうなるのかというとこのねハワイアン航空っていうのはワンワールドにね加盟ね するっていうふうになりますんで、まあ、JAL とね同じ航空会社のねアライアンスに、ね、なるっていうふうになりますんでこれもね非常にびっくりですよね。はい、ということで早速ねこのプレスリリースね一緒に見ていきたいななんていうふうに思うわけなんですけども。 はい、ということで、こちらがね、アラスカ航空、ハワイアンエアラインということで、一応ね、これ Google 翻訳でね、訳してますんで、ちょっと変な部分はね、あるかもしれないですけども、えー、ローカルケア、グローバルリサーチアワリ、アラスカ航空とハワイアン航空は、アジア、オセアニア、太平洋の接続を含む、むハワイと、えー、西海外の旅行者のために、リエント選択肢を拡大いたしますということで、こういった感じでね、もう公式サイトも出来上がっていて、いや、これね、非常に素敵なね、プレ、あの、公式サイトになってますよね。これ見たときに、あ、ちょっといいなと思って、 あったんで、すけどもで下の方にですね、このアラスカ航空の CEO、ベン・ミニクッチさんがですね、はい、声明をね発表しているっていう風になりまして、またね、その下には、えハワイアン航空の、ね、CEO の方のえプレスリリースがね、表示されている、ま公式イトまたね、YouTube ですかね、これね、用意されてるっていう風になりますんで、まあ、気になる方はですね、これハワイで撮られてるのかな はい、ぜひね、こちらチェックしてみていただければななんていうふうに思うんですけども、まあ、今回ですね、アラスカ航空がね、ハイアン航空をね、買収したっていうふうになりますんで、まあ、この路線、就航路線がね、全部になってるわけなんですけども、まあ、これがですね、全部ね、えー、一緒のね、航空会社で、あの、利用することができるっていうふうになりますんで、いや、非常にね、便利になりそうですよね。まあ、日本からね、あの、考えると、まあ、そこまでね、あの、アラスカ航空の前でね、ハイアン航空の 飛行機はね、取れるようになると思うんですけども、やはりね、このアメリカ国内に住んでる方はですね、まあ、このね、今回の買収でね、かなり利用しやすくなるのではないのかな、なんていうふうに思いますよね。で、プレスリリースのね、詳細なんですけども、それがね、こちらになっておりまして、こちら、えっ、ー、と、Google 翻訳でね、ちょっと訳しておりますんで、ちょっと変な部分がね、あるかもしれないんですけども、アラスカ航空とハワイアン航空が合併、ハワイと西海岸全域の旅行者向けの特典と選択肢を拡大ということで、 こちらね、あの、便利なのポイントみたいなのが記載されておりまして、下の方にですね、シアトル,ルーブ・ホノルル2023年12月3日、アラスカエアグライングループ、ハワイアンホールディングスは本日、アラスカ航空がハワイアン航空を買収する最終契約を締結したと発表しました。1株当たりの現金18ドル、取引額は約19億ドルとなる合併後は会社は消費者にとってより多くの目的地を開拓し、 太平洋地域米国本土そして世界中の重要な広告サービスの選択肢とアクセスを拡大しますこの取引により米国における成長と競争のためのより強力なプラットフォームが可能になるとともに従業員の長期雇用の機会地域社会への継続的な 投資、えー、環境管理が可能になることが期待されています。ということで、まあ、ちょっとね、長々と読ませていただきましたけども、いやね、本当に買収されたんだなっていう感じですよね。で、このね、今回買収が発表されてですね、まあ、下の方にね、えー、見てっていただくとですね、 どういった感じのね、サービスが提供されるのかっていうのもね、期待、あの、記載されておりまして、やはりね、ワンワールドに加盟するのかどうかっていうのはね、非常に、あの、気になってた部分ではあるわけなんですけども、もうね、あの、ワンワールドのね、名前とかも出ておりまして、五感的なネットワークにより旅行の選択肢が広がります。乗客は世界中を旅行します。米国本土、米国西海岸及び太平洋全地域は、 両航空会社のネットワーク全体でより多くの選択肢と接続性の向上、恩恵を受け、南北、アメリカ、アジア、オーストラリア、南太平洋、主要国際都市29都市への直行便を含む138都市へのサービスが提供されます。 ワンワールドアライアンスを通じて1200以上の目的地へアクセスを組み合わせることもできますということで、もうね、ワンワールドの話もね、ここで出ているっていうふうになりますんで、今後ね、このハワイアン航空はですね、ワンワールドでね加盟するっていうふうになりますんで、 こんなニュースがね、朝市で飛び込んできて、本当にね、えー、びっくりしたわけなんですけども、これね、実際に運用されるのがね、まあどういった感じになるのかっていう話なんですけども、まあ海外のブロガーの方の話だとね、まあ実際に完了するまで、まあ1年以上かかるのではないのかな、みたいな。まあそういった感じでね、あのー、報道されておりますので、まあそんなすぐね、あのー、買収されてすぐ運用開始みたいな感じにはならないと思うんですけども、このアラスカ航空っていうのはですね、2016年だったかな。 はい、4月にですね、バージンアメリカを26億ドルで買収してるんですよね。で、その後に JAL とね、コードシェアとかを組んで、で、2021年3月31日にワンワールドに加盟して、で、この2023年12月3日にハワイアン航空を買収っていう風になりますんで、アラスカ航空ってめちゃくちゃ儲かってるんですね。 はい。まあ、利用されている方はかなり多いのかな、なんていう風に思うんですけれども、まあ、日本にね、このアラスカ航空自体の航空機はね、あの、就航しておりませんので、まあ、私たちからするとね、まあ、そんなに、 あの、馴染みのあるね、航空会社ではないんですけども、まあ、このね、アラスカ航空自体のマイルがね、非常に使いやすい。またね、このアプリとかね、そういったものも使いやすいし、まあ、お得に利用することができるということで、まあ、私は結構ね、馴染みがあるというふうにね、まあ、思っているわけなんですけども、この買収によってね、今後どういった感じのね、影響が起きるのかっていう話なんですけども、やはりね、アラスカ航空のマイルで、ハワイアン航空のね、特典航空券発見できるようになると思うんですよね。で、これがね、まあ、 感じのの必要マイル数でで、まあ、お得に、ね、利用するることができるのかっていう話なんですけども皆さんこちらの動画ね見ていただいたかどうかねちょっとわかんないんですけどもこのアラスカ航空のマイルっていうのは今のねマイレージチャートとで,ですね変更がもうね2024年3月から変更しますっていうのがこの前ねこちらの動画で解説させていただいたわけなんですけども発表がもうすでにねされているっていうふうになるんですよねまあ必要マイル数の細かい部分はねこちら見ていただきたいななんていうふうに思うんですけども、まあ、今回ねハワイアン航空買収 注意しましまたということで一応ね私の方でどういった感じのね必要マイル数になるのかっていうのをですねちょっと表を作ってみました、まあ、それがねこういった形になるわけなんですけれども、まあ、前回ねやりました通り、えー、こういった感じでですね、えー、アラスカ航空の必要マイルチャートねこういった感じで私のね Google マップの、えー、マイル数でちょっとね検索させていただいた 数字になりますので、まあ、100%この通りになるかっていうのは、ちょっと蓋を開けてみないとね、わかんない部分ではございますけども、まあこういった感じになっているんですよね。まあここら辺はですね、前回の動画ね、ちょっと詳しく話しましたんで、気になる方はそちらね、見ていただければなぁと思うんですけども、ハワイ路線、今回ね、ハワイアン航空のね、ハブ空港はね、ハワイになりますんで、まあハワイがね、メインになるわけなんですけども、まあ日本からね、就航しているのは羽田、成田、あと、えー、関西、 新地とホノルル、福岡ホノルル、あとハレンダーコナーとかもね。 ちょっと失礼しました。羽田コナーとかもね、通ってるんですけども、まあこういった形になってるんですよね。で、ここら辺のね、必要マイル数に関しては、このね、上のね、必要マイルチャートになりまして、こちらね、アラスカ航空のね、2024年3月以降の必要マイル数。で、一応ね、あの、視聴者のね、英語をね、完璧に話せる方からね、教えていただいたんですけども、えー、っと、固定ではなくてですね、変動性っていった形になるようですね。一応3万になってますけども、3万からみたいな、まあこういった感じでね、覚えておいていただきたい なと思いますで日本のね国内の、えー、就航してるねこの羽田とか、えー、成田とかねまあここら辺の路線から、えー、ホノルル利用する場合は、まあ、必要マイル数ねこちらになりますんでまあ3万マイル片道、えー、ネイサーチャージなしでね利用することができるようになると思いますまあこれがねどういった形になるのかっていうのは正直ね わかんない部分ではありますね。この3万マイルでね、距離でこのアラスカ航空の提携のね、特典航空券が、まあ一律こうなるのか、今もね、そうだと思うんですけども、航空会社によってね、ちょっと、 ばらつきがありますよね。これが統一されるのか統一されないのかっていうのは正直わかんないですけども、まあハワイアン航空でもね、JAL でも3万マイルなのか、ハワイアン航空だともっと低いのかっていうのはちょっとね、わかんないですけれども、このね、羽田からホノルル利用しようと思った場合は、3万マイルからね、利用することができるっていうちになります。正直ですね、この、えー、ハワイアン航空、本当に同じマイル数でね、3万マイルであればですね、まあわざわざね、ハワイアン航空を利用するメリットっていうのは日本国内からね、まあ ないのかなっていうところですよねまあ、やはりね、日系の航空会社のサービスはね、あの、すごいですので、まあ、ハワイアン航空も、JAL もね、3万マイルで発見できるのであれば、まあ、皆さんね、あの、JAL 利用すると思いますので、どちらかというとですね、ホノルル以降のね、ホノルルから離島路線とかね、利用する場合であればですね、まあ、新しいメリットになりますし、 必要マイル数なんですけども、アメリカ国内のね、700未満の距離っていうのは、4500マイルエコノミークラスでね、利用することができるっていうふうになりますんで、このルールからね、コナーとかヒロとか、ここら辺の路線に関しては、4500マイルでね、利用することができるっていうふうになりますんで、まあ、蓋を開けてみたらね、もっと安いマイル数になっている可能性はゼロではないと思うんですけども、今のね、マイレージチャートを発表されているのが算出すると、一応多分ここら辺になるのではないのかな、なんていうふうに、 思います。先ほどもね、言ったと思うんですけども、一応ね、あの、変動性なんで、4500マイルからになると思いますかね。で、このね、ハワイアン航空の、あの、ハワイ島のね、就航路線、こういった形になっておりますので、まあ、今後ね、アラスカ航空のマイルで、この路線がね、あの、利用することができるっていうふうになりますんで、このね、ホノルル行った後にですね、離島に行きたいみたいな人はですね、ここでね、利用していただくのはね、いいのではないのかな、なんていうふうに思います。まあ、あアラスカ航空だったらね、 ネイルサーチャージもかからないっていうふうになりますんでね。一応こういった感じになるのかなっていうところですかね。で、今回のね、まあ発表で、まあ一番ね、便利になるのはね、アメリカ方面になると思うんですよね。それでね、考えると、2020年3月以降もですね、ストップオーバーはね、利用することができるっていうふうになりますんで、まあそれを考慮するとですね、今ね、JFK、羽田、 アジアみたいなね。まあ、そういったね。あのー、ストップオーバーは利用することができますので、まあ、今後ね、こういったストップオーバーも利用することができるのではないかと思っております。まあ、蓋を開けてみたら、できなかいかもしれないので、まあ、こればっかりはちょっとわかんない部分ではありますけれども、で、またね、先日、2社以上のね、航空会社の組み合わせもね、利用することができるっていうことが発表されておりますので、まあ、ホノルル、羽田、バンコクみたいなね。まあ、こういった全部のルートで、羽田でストップオーバーでね、3万マイルで利用するみたいな。まあ、こういった。ルート ルートはね。非常にいいのではないのかな。なんていうふうに思います。このね、ストップオーバーもですね。あの日数日程をね。非常に透明にね。設定していただければ、まあ、ホノルルから帰りの羽田便とで次回のね。羽田からバンコクの。 予約をね、一緒に入れちゃうみたいな。まあ、そういった感じにね、利用していただければ、まあ、非常にね、お得に利用することができるのではないかっていうところですね。で、羽田、ホノルルから羽田はハワイアン航空ねえ、利用していただいて、羽田からバンコクロ線センは日本航空、ジャルね、利用していただけるみたいな。まあ、こういった感じもね、利用することができるのではないかと、踏んでおります。エコノミーだったら3万、ビジネスだったら6万っていうふうになりますんで、これでね、ストップオーバーね、利用することができればね、 はい。二路線乗って6万ビジネスね。二路線乗ってエコノミー3万っていうふうになりますんで、まあ、こういった使い方が利用できればね、非常にいいですよね。 ま、これがね、あの JFK ホノルルストップオーバー羽田みたいなのはね、あの利用することができればめちゃめちゃいいなと思ったんですけど、一応同一内はね、確か NG だったと思いますんで、ですんでね、あの、また違う都市でホノルルストップオーバーの羽田みたいなのは、もしかしたら利用できるのかもしれないですけども、ちょっとね、今あの、アラスカ航空のね、検索画面のね、この、 複数都市ね、今ちょっとね、固まってるみたいで、利用することがね、あの検索自体今ちょっとできなくなっているんで、まあ、またね、実際ね、このハワイアン航空ね、利用することができるようになればですね、このホノルルストップオーバーいいですよね。どっかからホノルルストップオーバーの羽田っていうのがね、利用できればめちゃくちゃいいじゃないですか。 はい。ですんでね、ちょっとこれはね、また、あの、実装した時にですね、検索ね、して、あの、結果ね、お見せしたいな、なんていう風に思うんですけども、まあ、今のね、ルール上だと、まあ、こちらが利用できるのではないかっていうところですかね。はい。ということで、今回ですね、アラスカ航空が、ハワイアン航空ね、買収いたしましたということで、そこほどね、解説出させていただいたわけなんですけども、いやね、非常にびっくりしましたね。またね、これが実装されて、どういった感じになるのかっていうのはね、非常に楽しみですよね。 はい、ぜひね、あの、このアラスカ航空のマイルっていうのは、マリオットボームボイポイントからね、移行して利用することができるっていうふうになりますし、このね、アラスカ航空のね、 マイルまあ、アプリもね、ネットもそうなんですけども、あの、変更手数料とかキャンセルとかもね、無料ですので、すごいね、使いやすいっていう風になるんですよね。まあ、一応ね、英語でね、表記しか、あの、利用することができないっていう風になりますんで、まあ、日本語対応はね、してないんですけども、このね、ネットで全部完結しますし、アプリもね、非常に安定してるんですよね。ちょっと前にね、バージンアトランティック航空 VS ポイントでハワイ路線ね、今もね、片道22,500マイルで、羽田、ホノルル利用することがね、バージ アプリもね、ネットも非常に不安定で、あの、決済通らなかったりするんですよね。VS のサイトって、まあ、マイル、あの、ログインもできなかったりになったりするんで、本当にね、トラブルが多かったりするんですけれども、アラスカ航空ね、2022年に、私、めちゃくちゃ利用させていただいたんですけれども、そういったことね、一切ないんですよね。やはりね、安定してるっていうのはね、本当に利用しやすいですよね。 はい。ですんでね、このアラスカ航空がね、また便利に利用できるっていうのはね、非常に朗報なのではないのかな、なんていうふうに思います。まあ、今後ね、どういった感じになるのか、まあ、実際に実装されてどうなるのかっていうのはですね、またね、動画出したいな、なんていうふうに思いますので、楽しみにしておいていただければな、と思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますんで、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。 それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ